中国を脅かす兵器レールガンをついに日本が本格開発するようです。さて、レールガンといえばアニメとある科学の超電磁砲レールガンやゲームアーマードコアなど数多くのフィクション作品に登場しており、架空の兵器という印象を持っている人もいるのではないでしょうか。しかしレールガンは決して非現実的な兵器ではありません。なんと他でもない日本が2023年度から本格的に開発を進め実用化に近づいているんです。その圧倒的な速度と威力からレールガンは登場する前と後では戦い方そのものが一変する、いわゆるゲームチェンジャーになると期待されています。それこそ戦場に飛行機が登場する前と後では戦いのやり方が全く変わってしまったようにガラッと激変してしまうことでしょう。今回は日本が開発を進めるレールガンについて海外の反応も含めて詳しくご紹介していきます。それでは行ってみましょう。電磁力で発射されるレールガンには様々なメリットがあります。まず火薬が不要なことです。その原動力は電磁力、ローレンツ力、2本の金属製レールの間に置かれた弾丸に電流を流すことでフレミングの左手の法則に従って電力が発生し、その電磁力が弾丸を押すことで発射されます。そのため従来の大砲や中に使われている弾丸と違って火薬を詰めた薬莢は必要ありません。そしてその分弾丸はより小さくすることができ、今までよりも大量の弾丸を戦車や艦艇に詰めるようになります。また従来の大砲と違って速度の制限もありません。これまでは弾丸が飛ぶ速度は火薬の爆発スピードに制限されていました。火薬の量を増やしたり高性能な火薬を開発したりしても火薬を使う限りあるところで弾丸の速度は頭打ちになってしまうのです。ところがレールガンには速度の制限がありません。流す電気を増やせば増やすほど電磁力も大きくなり、弾丸の速度を際限なく上げることができます。発射時の速度は毎秒 5km から 7km。 平成29年度から始めた防衛省の施策では、秒速 2000m、 時速 7200km、 マッハ約 5.8 の高速度を実現しました。火薬式だと毎秒 2km 程度が限界なのに対し、レールガンはその限界をあっさり超えられるわけです。弾丸の速度は速ければ速いほど遠くまで飛ぶので、これは大きなメリットですね。実際レールガンの射程は従来の大砲を大きく上回る 200km 以上。ちなみに護衛艦に搭載されている艦砲でも射程は 20km から 40km 程度に過ぎないですし、世界最大の艦砲である大和型戦艦の 46cm 四方であってもその射程は 42,026m です。これらと比較するといかにレールガンの射程が長いかがわかりますね。そんなレールガンの使い道として日本が一番に考えているのはミサイル防衛です。2023年現在最も大きな脅威と考えられているのが中国、ロシアが開発を進めている極超音速ミサイル。その名の通り極超音速と呼ばれるマッハ5以上の速度で突っ込んでくるミサイルです。このミサイルの一番の特徴はグライダーのように滑空して飛行ルートを自在に変えられることです。通常の弾道ミサイルはただ重力に従って落下するだけなので、落下地点を計算してその場所に迎撃ミサイルを送り込めば着弾前に破壊することができます。しかし極超音速ミサイルはというと複雑な飛行ルートを取るので迎撃が非常に難しいのです。さらにマッハ5以上の超高速で突っ込んでくるため、遅いミサイルで迎撃しようとすると発見してからすぐ撃ったのに迎撃する頃には着弾寸前だったなんてことになってしまいます。かなり厄介な存在ですね。しかしそこでレールガンの出番です。レールガンは極超音速ミサイル並みの速度を誇り、かつ遠距離でこれを迎撃することができます。さらに迎撃用ミサイルよりも弾丸がはるかに安価で、電気代を含めてもかなりの低コスト。日本は極
超音速ミサイル迎撃用の新型ミサイルの開発も進めていますが、コスト面ではレールガンが非常に有利なのです。防衛省は超音速ミサイルに対して迎撃用ミサイルとレールガンの両方を使った多層的な防空を作り上げることとしています。要するに厄介なミサイルに対して二段構えの防空体制を敷くということですね。もしもレーザー兵器の射程が長くなれば三層になるかもしれませんね。2023年現在の高出力レーザーシステムは迫撃砲弾やドローンの迎撃を想定しているため射程は短いですが、将来的には車両や艦艇、航空機への搭載も考えられています。今すぐには難しいというだけで実現可能性は十分あると言えるでしょう。ちなみにレールガンの使い道は防空だけではありません。防衛省としては対地対艦攻撃も考えているようです。レールガンの弾丸は従来と比べてはるかに高速であるため、その破壊力は凄まじく、ぶつかっただけでほとんどの兵器を破壊することができます。現に護衛艦や車両からレールガンを発射するというイメージ図が公開されています。さらに先ほども言った通り、その弾丸はミサイルと比べて非常に小さいです。とある記事でレールガンの弾丸の写真が掲載されていたことがありましたが、まさに小さな金属片という印象でした。弾丸の大きさはわずか 160mm。 ミサイルや従来の砲弾とは大きさが全然違いますね。敵からしたらレールガンの弾丸を発見するのは非常に困難で、迎撃もかなり難しいものになります。そんな弾丸が 200km 以上離れた場所から飛んでくるので、敵にとっては厄介としか言いようがありません。長射程、高速、迎撃困難という特徴を持つレールガンは対地対艦攻撃にもぴったりな兵器なのです。しかしそんなレールガンにも2つの大きなデメリットがあります。まず1つは莫大な電力が瞬間的に必要なこと。弾丸を高速で発射するための強い電磁力を作り出すには大きな電流が必要です。そのための莫大な電力をどう確保するかが問題になるわけです。必要な電力はなんと一般家庭数千世帯の年間消費電力分に匹敵するほどという報道もあります。しかも弾丸は一瞬で発射されてしまうため、その大電流を流す時間も一瞬しかありません。そのためにコンデンサバンクという大量のコンデンサを連結させた装置が必要になるのですが、そのサイズがまた非常に大きいのです。2016年から防衛省が研究に使用している小型レールガンの場合、コンデンサバンクの大きさは長さ6メートルのコンテナ3台分。一方レールガン本体の大きさは全長6メートル程度。この小型レールガンは口径 40mm の弾丸をマッハ 6.9 で発射できますが、性能に対してちょっと大きすぎます。レールガンは従来の大砲と比べて全くコンパクトではないんです。さらに2つ目のデメリットとして砲身の消耗が激しいという欠点もあります。レールガンの弾丸はレール、砲身と接触しながら発射されます。そのためレールがあっという間に消耗してしまうのです。アメリカ海軍の場合、20発も撃つとレールの交換が必要になったとのことです。従来の大砲は種類にもよりますが、だいたい3000発程度の耐久性を持っています。それと比較するとレールガンの耐久性は非常に低いということがわかりますね。結局この2つ目のデメリットがあまりに重いため、アメリカ海軍は2021年にレールガン開発を中止しました。数分で使い物にならなくなるレールガンを使うくらいなら従来の大砲で十分だと判断したのです。そもそもアメリカ海軍がレールガン開発を進めていた理由は海兵隊を支援するためでした。敵地に上陸した海兵隊をミサイルや航空機で支援するよりレールガンの方が安価で効果的だと考えられたからです。防空を第一目的とした日本とは少し違った理由で開発を始めたんですね。アメリカ海軍は2007年から開発を開始し、2019年には輸送船にレールガンを設置して最終試験を行う予定でした。ところが開発を進めている間に
対艦ミサイルの射程がどんどん伸びていきます。そのため海兵隊を支援すべくレールガンの射程 200km 以内に近づくことが非常に危険になってしまったのです。さらにはアメリカ海軍がレールガン用に開発した超高速発射弾を従来の大砲で使うだけでもレールガンとほぼ同等の破壊力が得られることも判明しました。代替手段ができてしまったわけですね。それで結局アメリカはレールガン開発を完全に中止したのです。それでも日本がレールガンを諦めない理由、それはアメリカと違って耐久性が低いというデメリットを解決できる見込みがあるからです。レールガンのレールが20発程度で消耗してしまう原因はアーク放電という現象です。弾丸がレールを通過する際、実は弾丸が瞬間的にレールから離れてしまうことがよくあります。するとレールの弾丸の間には大きな電圧がかかっているので、その隙間に小さな雷アーク放電が発生してしまうのです。その雷が落ちる衝撃によってレールが少しずつ削られるというのがレールガンの耐久性が低い原因になっています。しかし防衛省はこのアーク放電を大幅に低減する新型弾丸の開発に成功しました。この新型弾丸を用いたレールガンの耐久性は2020年時点で20発が限界だったのが120発にもなったそうです。もちろんこれでも従来の大砲と比べたらかなり耐久性が低いのですが、アメリカ海軍と比べたら6倍以上になります。アメリカがレールガンを諦める原因になった耐久性の問題も研究を続けていけば解決できる見込みがあるので、日本はレールガン開発を続けているというわけですね。またやや消極的になりますが、やっぱりレールガンが必要だということになった場合、アメリカ製レールガンをいいねで買わなくてはならなくなるという理由もあります。アメリカはレールガン開発を中止こそしたものの、最終試験一歩手前まで技術開発を行っています。現時点ではレールガンは必要ないと判断しているわけですが、やっぱり必要だとなったらすぐに実用化できるだけの技術力があるわけです。日本が全くレールガン研究を進めずにやっぱりレールガンが必要だとなれば、アメリカ製レールガンをいいねで買うしかありません。それは足元を見られそうで嫌ですよね。一方日本独自で研究を進めておけば、そんなに高いなら買わないよ、うちの技術もすごいから一緒に研究すればいいんじゃないか、といった交渉が可能になります。 F2 戦闘機を開発した時のようにエンジン技術がないためにアメリカにお金も技術も持っていかれるという事態を防げるのです。日本のレールガンはアメリカをはるかに超える耐久性があるので、この部分はかなりの交渉材料になるでしょう。ちなみに中国やロシアは日本のレールガン開発を強く批判しています。両国はそれぞれ極超音速ミサイルツィルコンと DF-17 を開発済みですからね。日本のレールガンはこういったミサイルの迎撃を目的としているため、両国からしたら非常に目障りなのです。2023年の日本の防衛予算にはレールガン開発費として65億円が盛り込まれ、2024年度からは初内試験が行われる予定になっています。試作機が完成するのは2026年度とのことです。レールガンが果たして本当に戦場の様子を一変させるゲームチェンジャーになるかどうかはまだ誰にもわかりません。しかし数年のうちに日本製レールガンが登場するのは間違いなさそうです。日本独自の技術としてぜひ確立させてほしいですね。さて日本のレールガンについて海外から様々な反応があったので、その一部をご紹介します。マッハ 6.9 完璧じゃないか。これをトヨタハイラックスに乗せればすぐにでも戦場に送れるんじゃないか。アメリカもレールガンを開発していたよね。2回発射するだけで砲身が使えなくなるってことで中止になったと思うんだけど、日本は砲身の耐久性を120発まで高めている。コンパクトな電源を開発できた実用化はあっという間だろう。レールガンの問題は素材科学の領域だ。どれだけ消耗に強い素材でレールを作れるかの問題。
日本の素材技術はアメリカ以上だから最終的には解決すると思うな。今回は日本がついに本腰を入れたレールガン開発についてご紹介しました。現在のレールガンはレールの低い耐久性や電力関連設備が小型化できないことなど多くの課題がある兵器になっています。しかし実用化できれば日本の防衛力が一層高まるのは確実です。まだまだ先は分かりませんが、これからの研究に期待ですね。いかがでしたか？当チャンネルの感想ですが、将来的にはレールガンを搭載した護衛艦が登場するかもしれませんね。現行の護衛艦の手法をレールガンに換装するのは難しいと思えるので、新しく建造するのがいいでしょう。その場合、大規模な発電設備が必要になるかもしれません。それなら、レーザー兵器も一緒に搭載できればいいな、と思いますね。遠くの敵機や敵ミサイルは、対空ミサイルやレールガンで対処し、撃ち漏らした敵は、レーザー兵器や手法、それでもダメなら、シウスで対応するという感じです。それができれば、強力な防空体制が構築できるでしょう。もちろん、そんな本番は、起きてほしくないですけどね。しかし、仕掛けてくる相手がいるならば、備えなくてはなりません。ちなみに日本においてはすでに1991年初速 7.45km の加速に成功しており、欧米の技術水準を凌駕しています。また電力関連設備が小型化できないという欠点ですが、もしかするとなんとかなるかもしれません。2023年2月上旬に東京で開かれた展示会、それも国内外からおよそ360の企業や大学が出展した AI や半導体、量子、新素材などの最先端技術を紹介する世界最大級の展示会で、防衛装備庁の技官が熱心に営業活動をかけていた。という記事が NHK 政治マガジンに掲載されました。訪問したのは、パワー半導体の研究を手掛ける京都のベンチャー企業のブース。そこで協力を呼びかけていたといいます。パワー半導体は大きな電圧や電流を扱えるのが特徴です。この企業は独自の新素材を用いてより電力の損失が少なく効率的な半導体部品を作り出すことに成功したそうです。この企業がレールガン開発に協力してくれれば電力関連設備を小型化できるのではと思っちゃいますね。それとこの技官たちの営業活動は2022年12月に政府が決めた新たな国家安全保障戦略で取り組みが強化されることになった橋渡し研究への応募を進めるものです。この橋渡し研究とは早期の装備品開発に向けて民間の先端技術を実用化につなげる取り組みのことです。どこかの学術会議が反対しそうですが、彼らは日本の防衛研究には反対しているのに侵略者である中国の軍事研究には協力しているため、その言葉に説得力はありません。無視一択ですね。そもそも日本だけでなく他国も様々な技術を研究開発しています。アメリカや中国はデュアルユースといって民生技術を軍事転用する可能性を含めて技術開発を進めてきました。技術の優位性を確保することは日本の安全保障上の優位を確保する上で必要不可欠だと思いますが、皆さんはどう思われますか？よかったら皆さんの意見や感想も聞かせてください。それでは最後まで見ていただきありがとうございました。